ち、おはよう。おはよう。おはよう。みんな隠れて。うちのクラスの下駄箱に男子が。誰だあいつ。なんかキョロキョロと怪しいわね。落ち着けよ、しおか。逃げた。みんな、ラブレターだよ。で、誰宛てなんだ。松岡、さっちゃん。おはよう。聞いて聞いて、さっきトラックが急に飛び出してきて。あれ、みんなどこ行くの。何持ってきてるんだよ。つい。おいおい、みっちゃん、ダメだよ。大丈夫、きっとラブレターじゃなくて、そう、心霊写真とかお札とかその類のものだよ。まあそっちの方が喜びそうだしな。松岡さんへ。環境委員で一緒の一組の久保田です。4月、委員会で仲のいい人がおらず、隅で孤立していた僕に気さくに話しかけてくれてとても嬉しかったです。一言二言しか話せませんでしたが、あれ以来あなたが気になって仕方がありません。お友達でいいので仲良くしていただけたらと思います。放課後裏門で待っています。ラブレターね。ラブレターだな。まごうことなくラブレターだよ。これがラブレターか。そういえば4月頃言ってたよ。サンジャさん、サンジャさん、昨日の委員会で教室の隅に霊がいたの。けど話しかけてみてがっかり、ただの人間だったんだ。はあ、ひどすぎる話だ。この久保田くんは松岡の本性を知らずに惚れてしまったわけね。なんだ、つまんない。これは大変なことになるよ。え？ごめんなさい、私死人にしか興味ないの。松岡さんに振られてしまった。僕は一体どうすれば。そうだ、死ねば付き合える。ジーン。そう、一目惚れでそこまでする。ほら、恋は盲目って言うし。そういえば性気ない感じだったし。一体どうすれば。簡単に解決する方法があるじゃない。放課後までにそいつを私に惚れさせればいいのよ。そうすれば私に下僕が増えるわ。そいつは光栄だわ。でみんなハッピー、世界は平和、それにしても結構ちゃんとした文章だね。字も綺麗だね。悪いやつじゃないみたいだな。さてどうしようかしら。ちょっと人の話を聞きなさいよ。聞こえてるよ。方法としては間違ってない気がする。少し手を加えてみよう。どうするの。文面から推測すると、この人は人付き合いは苦手だけど寂しがり屋な面がある。だからちょっと優しくされただけで惚れてしまうかもしれないよ。普段孤立している人って割とそういうところが。サンジャさんもそうなの。ふっ、ふん、違うよ、全然違うよ。へい違うってば、私じゃないってば。へいだから違うってば。あんたたち何やってんの。とにかく放課後までに別の人を惚れさせちゃえば無駄な人死には出ないと思う。でも方法はいいけど、問題は誰がやるかなんだけど。みんな、ねえねえ、さっきなんだけど。ちょっと、さっちゃんには内緒で作戦を進めなきゃね。任せて、脚本には少し自信がある。
一体誰？許して欲しかったら足を舐めなさいよ。私の美しいこの足をね。と言いつつ肩骨でグリ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 。おやびん、それは手でやんすよ。手。やった、あんまり太いから前足と間違えちゃった。ははははてへ。おやびんたら、どこまでも水豚なんでやんすから。よっ、この四足歩行。何なんだ。つかみはオッケー。人は余計な小ネタ挟んで。やすって、私のキャラ何っていうか、なんで三つ葉の手下なのよ。だから私のセリフはどうしたんだ。こら、いじめはやめなさい。ち、今日のところはこれくらいで勘弁してあげるわ。次会った時を覚えてるでやんす。うんうん、スタコラだった。大丈夫だった？はあ、いいぞ、吉岡の優しさで一からだ。なんかひどいことしてる気がするんだけど。ねえゆきちゃん。それじゃあまた。ちょっと、なのか。これからさっちゃんを無視し続けなきゃいけないのかな。私はいつも通りだけどね。はあ、最初から私の下僕にしてればよかったのに。それはない。